生発量、生発量、生発量、ヘアスタイリングプロダクツとは、髪型を整えたり固定したりする目的で、頭髪に塗布するものを言う。ヘアスタイリング剤とも、ストレートヘアや、ウェーブヘア、または、毛の立ち上げといった目的とする髪型や、個人の髪質、ツヤの有無など、特性の異なる、生発量が存在し、各種メーカーやブランドから発売されている。 古くは、日本で生きに、狂気が、元号寺で法へを営んでいる時に、ある女性が、頭髪に、イノシシ油をつけていることが分かりを追い出したという、記述がある。生髪量の使用は、ヘアースタイルの流行と密接に関係しており、その時代の流行ヘアースタイルに適した新規な、財形や技術が開発されてきた。また、性別や、世代間で求めるヘアースタイルや、 仕上がり感などのニーズや思考が多様化しているため多くの種類の材形が市場に存在している。制発剤の機能としてに分けられる。またこれらの機能は制発成分、固形ワックス、液状油や合成鉱分子などの種類や配合量によって調整される。男性特有の材形としては、ポマード、チック、ヘアーリキッドなどがあり、女性特有の材形としては、 ヘアオイル、セットローション、ヘアスプレーなどがある。また、男女共通に使用されている財形としては、ヘアウォーター、ヘアフォーム、ヘアジェル、ヘアワックスなどがある。最近のスタイリングの特徴は、10代から20代の若年層を中心にヘアウォーターを使って、寝癖を直し、ヘアワックスでボリュームのあるヘアスタイルを形成する方法、ヘアアアイロンやコテを用いて、 巻き髪を形成した後にヘアースプレーで巻き髪を保持するスタイリングが増加している。また近年女性のヘアスタイルにおいてはヘアーカラーやパーマネントウェイブを行うことが日常的となり髪のダメージ意識が非常に高くなっている。これらの手術は化学反応を伴うために髪の化学構造が変化し髪が本来持っている機能や質感が失われる。そのため 傷んだ髪をケアし、光沢、質感やまとまりを改善するヘアトリートメント効果が重要な機能となっており、例えば洗い流さないトリートメントの使用が増加している。液体を髪に霧状に噴射して用いる。髪を固めるという作用は、わずかしかなく、寝癖を直す、髪にツヤを与える、後に使う整髪量に対する下地といった目的で使用する。 水が主成分でアルコールを溶剤にグリセリン、乳化剤を配合する。寝癖を直す際に用いることから朝の眠気を去る目的でメンソールを配合したり、羊毛成分を配合したりすることもある。ヘアウォーターはトリガーディスペンサーなどで液状製剤を霧状に噴霧する制発剤であり、寝癖直しドライヤーを用いたブロー仕上げ、ヘアアイロンや ホットカーラーを用いた巻き髪スタイルを形成することを目的として使用される。ヘアブロー、ヘアミスト、セットローションも講義においてヘアウォーターに含まれる。現在は寝癖直しと巻き髪セットの2種が最も使用されている。寝癖直し用とのヘアウォーターは髪内部の水素結合によって形成された寝癖に、 水を与えることによって結合を切断するというメカニズムで働く。寝癖を直す効果は水が一番有効であり、さらに海面活性剤を配合して表面張力を下げ、また高アルコールを配合して保湿を促進させて水を毛髪内部に浸透させている。また髪のもつれを解消するためにシリコーンや液状油を乳化して配合し表面摩擦を低減して、 扱いやすい、毛髪状態にする。巻紙セット用途のヘアウォーターは、ヘアアイロンや、ホットカーラーの熱を利用して乾かすことによって、水素結合を再形成させ、巻紙を作る。そのため巻紙セットにおいても水の配合が重要で、さらに、キープ力、光沢や手触りの改善など、付加的な機能を付与する。キープ力の付与には、 飛膜系性能の高い合成鉱分子を配合し、光沢や手触りの改善には、シリコーンや高アルコールを配合する。特に合成鉱分子は、セット力、保持力、体質性などの観点から、日清月歩で新たな成分が開発されており、選定にあたっては、セット力、飛膜特性に加え、ディスペンサーの詰まりにも留意する必要がある。また、フレーキング、飛膜が、 毛髪状から剥離して、白い甲を吹いたような状態を発生させる傾向がある。ため、保湿剤や過塑剤、エステル油、シリコーン誘導体が配合されている。噴むきつけのボトルに入ったもの、またはガスと共に生発成分を噴射するもの、ヘアスプレーが仕上げ剤として使われるのに対し、前髪の立ち上げやサイドのボリュームダウンなどの、 生発的に使われるものをミストという。油を主成分としたもの。ポマード、チックとも言う。ヘアオイルは紙に油分を補い、光沢、滑らかさ、柔軟性を与えることを目的として使用される。国内では古くから植物油が使用され、椿油や木狼は瓶付け油として使用されてきた。構成成分は比較的粘性が低い、さっぱりとした。 植物油、椿油、オリーブ油など、や、鉱物油、ミネラルオイルを主成分として、エステル油や、スクワランなどが適宜配合されている。最近では、仕上がり感や手触りの良さから、シリコーンを主成分とした製品が増加している。これらのヘアオイルは、高分子シリコーンを揮発性溶剤、イソパラフィン、低分子シリコーンに溶解したものであり、 溶剤が蒸散すると高分子シリコーンが均一な、皮膜を形成して、植物油では得られない、滑らかさと手触りを付与する効果があることから、洗い流さない、トリートメントとして使用が増加ている。ヘアリキッドという言葉は、資生堂が作った和製英語、水性、液状のもの、アルコール、ポリマー剤、海面活性剤などを成分にし、主に男性用、サラッとした、 使用感と柔らかな仕上がりが特徴。ポマード、髪油などのベタつく、油性生発量が主流だった1960年代、アメリカではすでに浸透していたヘアリキッドをライオン歯磨き、当時が取り入れたことで日本に広まった。ヘアリキッドと混同されやすいものにヘアトニックがあるが、こちらは主に頭皮のコンディションを整える目的に使われる。ただし、 ヘアトニックにも生発作用があるものや、リキットにも、トニックと同種の効能を持つものもある。頭髪に油分を与えて、枝毛、切毛、裂毛の予防、または改善する効果と、頭髪にツヤを与え、整えやすくする効果がある。羊毛作用を持たせた、頭皮にすり込んで使用するものもある。ヘアクリームは、粘性のある乳化型クリームで、毛髪に水分と油分を補給して、 コンディショニング効果を与える目的で使用される。ヘアクリームは液状油を乳化しているため比較的さっぱりとした使用感を持ち、ソフトな制発効果を有する。乳化状態から O、W 型、W、O 型に分けられ、O、W 型はベタつきが少なくさっぱりとしており、W、O 型は油性感があり、光沢や制発効果に優れている。 抗生成分は、油脂、炭化水素、高級脂肪酸、高級アルコール、シリコーン油、海面活性剤、湿潤剤、増粘剤などが配合されるが、油性成分の選択により、毛髪の光沢、柔軟性、潤いなどのコンディショニング効果が調整される。油性、クリーム状のもの、他の生発量と比べ、性質の異なる。 主治のタイプの製品が存在するため、一概に生発量としての特性は表せない。生発力や固定力の強いものから弱いもの、艶をつけるものや乾いた仕上がりになるものまで種類は豊富。競技では、粘り気のある牢場で、手ですり合わせた際温度で溶解するものを指すが、ヘアワックスの流行から、どのような生発量でも、ワックスとして発売される傾向にあり、 定常状に加工されたものからクリーム状のものまで存在する。ヘアワックスはシャギーやレイヤーなどのナチュラルなヘアスタイル、すなわち毛先の微妙な表現ができ、固めずに柔らかなシルエットにまとめることを目的として使用される。髪に適度な光沢を与え、ナチュラルなセット力があり、乱れた髪を手でも簡単に整えることで再生発が可能な固形発材である。 競技においては、ローを中心とした固形を OW 入荷にて安定化させたものを指す。しかし、市場の製品群を見ると、ジャー容器に入っている、ヘアスタイリング剤、髪固まらない仕上がりのヘアスタイリング剤、再生発が可能なヘアスタイリング剤など、ヘアワックスの外観や機能を一つでも兼ね備えていれば、ヘアワックスという名称にて、各メーカーから市場に発売され、 ヘアジェル状の製品やクレーと呼ばれる、油性制発剤などもヘアワックスの一種として認識されている。制発力の違いによって、ライトタイプとハードタイプに分類される。ライトタイプは、適度な毛束感と癖付け、自然な光沢を持つことが特徴であり、ハードタイプは、シャープな毛束感と高い持続力とマットな光沢を有することが特徴である。 構成成分は固形ワックス、蜜蝋、カルナバロー、キャンデリラロー、ワセリン、固形パラフィンなどが主要な制発成分として配合される。固形ワックスの有点を調整することにより、手のひらに伸ばした時には体温によって柔らく粘性が低く、制発後には粘性が高く髪を固定できるようにコントロールされている。ワックス以外にも高級アルコールや高級脂肪酸も利用され、 光沢を付与する目的で、液状油、ミネラルオイル、エステル油が配合されている。また、糸を引くような栄糸性を持たせた特徴のある、使用感を付与する目的で、水溶性鉱分子が配合される場もある。生発成分を包状にしたもの。シリコンにより紙にツヤを与える、固定力のないものもある。ムースとも呼称される。ただし、日本国内において化粧品、 生発量におけるムースは、資生堂の登録商標、第1315,853号であるため、一般的な商品名としては、フォームが使われる。ヘアフォームは、エアゾール容器から噴射した時包状となる、生発剤であり、手のひらに出した泡を紙に塗布して使用される。エアゾール容器、金属管、または、樹脂耐圧容器に原液と噴射剤が充填され、 原液に海面活性剤を含有させることにより、原液が噴射されると同時に溶解していた、噴射剤が大気圧で気化し包状となる。ヘアフォームは、使用前に振って使用することが定着したために、原液の化学的分離が許容されるというメリットがあり、原液の粘性や形状についての制約がほとんどなく、新規な機能を追求することが可能である。 このメリットを活用して多くの製品が発売されており、セット樹脂により髪をハードにセットするもの、水溶性グリコール類を多量配合して高い、ウエット感を付与するもの、高分子シリコンを配合して、サラサラ感を付与するもの、リンス成分や油分を配合して、トリートメント効果を付与するものなど、幅広く製品化されている。新素材を制約なく受け入れるヘアフォームにおいては、 構成成分として、特に構成高分子とシリコーンがセット性と感触調整上重要な役割を果たすとから注目されており、現在も数多くの素材が開発され、ますます多機能、高機能化が進むと考えられる。油性、水性とがある。油性は多く、ポマードと呼ばれ、水性は水溶性、水性ポマードとも呼ばれる。 セットと共にツヤを出したい時に使用する。水と樹脂を練り合わせたゼリー状のもの。多く強い生発力がある。ヘアジェルは粘性のあるゼリー状の水性生発剤で、髪をハードに固定することを目的として使用される。髪への馴染みが良く、ベタつかず、こわつかないハードなセット力で毛髪への密性が高い。特徴を有する。生発成分はカルボキシビニルポリマーや、 カラギーナンなどの水溶性鉱分子によって作られる高粘度のゲルに合成鉱分子、ポリビニルピロリドン、ビニルピロリドンメタクリルアミド、ビニルイミタゾールとも重合体などを加えたものであり、硬くてドライな仕上がり感が得られる。最近では形成したヘアスタイルの持続性を高めるために新たな合成鉱分子が開発され、機能性の向上が図られている。液状で 噴射容器に入れたものを霧蝶にして使用する。水、アルコール、ポリマー剤を主な成分とする。カーラーで巻いた紙や指でウェーブの形を作った紙に吹き付け、固定する。セットローション。また、ボディクリームやボディーローションなども非常時の生発量として使える。ゼリー状のもの。成分はポマードに煮るが、木狼などを添加し、固形棒状に仕上げ。 手を汚さずに髪に塗布できるようにしたもの。元は髭を整えるためのもの。スティックポマードが語源と考えられるが一部ではコスメチックが語源と言われている。液状樹脂をガスの力で髪に噴射し、髪の乱れを防ぐ。主に仕上げ用。ヘアスプレーは、 生発成分やオイル成分をアルコールに溶解した原液を噴射剤と一緒にエアゾール容器に充填したエアゾール製品であり、細かい霧状に噴射させる機構を持つ生発剤であり、髪の表面に噴霧して髪型をしっかりと保持する機能のみならず、現在では手ぐしでヘアスタイルを形成する目的や光沢や手触りを改善する目的で使用されるものも開発され、ハードタイプ。 アレンジタイプ、グロスタイプに分類される、19。頭皮との相性、また使用後の洗い落とし不足による、不衛生等により、薄毛や細胞の原因となることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。